ゆえおうじ751です。今日はですね、北海道にしかないお店を話していこうかなと思います。皆さん知ってますでしょうか。僕は昔北海道札幌市に住んでおりました。小4の終わり頃に父親の事情でこっちのね、愛知県岡崎市の方に引っ越して、北海道にしかないもの、まずはまあ野球の球団やと、日本ハムファイターズ、日ハムやな、あのクマがマスコットやな、でそこにはね、ダルビッシュ有とかと大谷翔平選手も所属してた球団やな、でまあ今大谷翔平さんはね、レッドソックスの方で、まあ、メジャーリーグ行きまして、そっちの方で頑張っているんですけどもね。いやー、でも彼の二刀流隆起すごいですよね。本当にもう今や世界の野球の顔と言っても過言ではない。顔立ちもすごいイケメンだしね、大谷選手とご結婚できた人は絶対ラッキーだと思う。そんぐらいすごい野球選手です。であとは日ハムもね、すごい野球強いですからね。僕も昔こっちのね、名古屋ドームの方に日ハムが来て、日ハム対中日の試合をね、まあやったんですけどね、日ハムがね、勝ったの。でもね、いやー、よかった。こっちで日ハムの試合が見れてね、よかったですね。で、次はコンサドーレですか。北海道コンサドーレ札幌。まあコンサドーレっていうのはね、北海道札幌にある、まあサッカーチームだね。赤い服を着て、でキャラクターがフクロウなんですよ。フクロウ、まあちょっと画像出しますけど、このキャラクター、まあ今どうなってるかわかんないよね。キャラクター多分変わってないとは思う。フクロウのねキャラクターなんだよ。でコンサドーレチャチャンチャチャンってよねやつで、コンサドーレは確かね、ここのねあれに白い恋人のマークがロゴが入ってるんだよね。それも特徴やなと思いますね。僕は北海道に住んでたんで、もちろんお店のことも知ってます。で、店だと、パチンコ屋で言うと、パーラー太陽っていうパチ屋がありまして、で、パーラー太陽っていうのはね、北海道だけにあるパチンコ屋なんですよ。まあ僕ね、もうパチンコをね、まあ、引退した動画を上げたんで、パチンコをね、打つということはもうないのかなって思うんだけども。まあパーラー太陽っていう、僕が託児所としてね、預かった時期がありまして、で、父親と母親がパチンコ行ってる間に僕子供だったんですよ。そのねパーラー太陽の中に子供を預ける場所がありまして、そこで預かってもらったことがあります。面倒を見てくれる、要は保育園みたいなもんですね。託児所っていうか、その間に親たちはパチンコやってて、で僕この時は子供だったから、まあ、そこの託児所で預かってて、まあいましたね。なんか確かね、俺覚えてんのがね、ベッドに龍騎のシールがめっちゃ貼ってあった。龍騎のね、キャラクターのシール貼ってあったっていうのはね、すごい今でもね覚えてます。頭の中でね、お前すげえなって今更覚えてるんかと思うんだけども、僕実は記憶力だけはすごいいいからマジでっていう、まあ場所があります。あとはカーボーイっていうスーパーがあったんですよ。今はトライアルっていう名前でまあやってるんですけどね。でそこもすごい大きいスーパーでした。なんだかな、2階ぐらいに多分ゲームセンターがねあって、虫キングとかラブ&ベリーとか恐竜キングとか、あとコインゲームとかね、いろいろとありまして、僕ねそこで虫キングやったかな。結構虫キングで遊んだっていう思い出がまああります。はい、そうですね。まあよく買い物行ってましたね。カーボーイカーボーイ、牛脂のカーニバルっていう曲だったはず。今カーボーイって名前じゃないから、トライアルって名前に変わったから、ね、最近すげえ北海道に行けてないんだけどね、まあ、そういうカーボーイっていう店がありました。だこれ絶対北海道の人間しか絶対知らないです。で他の地域の人たちだと分かんないから、やっぱ YouTube でこう伝えた方が、あ、そういうカーボーイっていう店があるんだなって、思います。で次、セイコーマート。セイコーマートは今でも北海道の方にあるんですけど、これはね北海道だけの系列のコンビニ、北海道にしかないコンビニがセイコーマートっていう、まあ、セイコーマート、オレンジ色の、まあ、デザインしたコンビニなんだけど、そこのね牛乳がめっちゃうまかった。牛乳で確か牛のキャラクターだったはずなんだよね、セイコーマートっていうのは。ちょっと今調べてみます。ありましたね、セイコーマート札幌市他のキャラクター。セイちゃん、セイちゃんはチラシや看板、ホットシェフなどに書かれている牛のキャラクター。名前にちゃんがつきますが、メスではなくオスなんだとか。
でこれはねもうこのもうゆるキャラとしてももう選ばれてるらしいです。セイコーマートのキャラクターなの。もう今ね見たところすげえ懐かしいなって僕は思いますね。で僕だって北海道住んでたんですからっていう、まあ、キャラクター。ちょっとカメラここ見えますでしょ。これがセイちゃんっていう牛のキャラクターでっていうのあって、あさっき言ってたパーラー太陽はもちろん18歳以上じゃないと入れない。で僕も昔なんだろうな、なんかパチンコ屋ってどんなとこやなってちっちゃい方で間違えてパチ屋に入っちゃったことあって、でそこで店員さんがあのごめんねって、子供はちょっと入れないからねって言って追い出されたことがありました。まあ、僕もその時全然分かんなかったからね、大人じゃないから、あの時子供だったからね。まあ、今は成人してパチンコ屋にも行けるんですけど、うん、5月の連休以降行ってませんっていう、まあセイコーマートのキャラクターが本当にセイコーマートのデザインがねいろいろとあって、もうとにかくそれ見るとびあセイコーマートで買ってきたなっていうすぐ分かるっていう、まあ感じですね。あとは札幌ファクトリーっていうアミューズメントなんですよ。これもね札幌にある、まあ、札幌ファクトリーっていうところなんだけど、場所がね北海道札幌市中央区北2条東4丁目にございます。であとさ北海道ってさ、こっち愛知県だとさ何々町ね、かけ町とか例えばホラ町とかさ、いろいろそういう町って言わない、いう名前があるのよ。まあ前住んでたところはかけ町ってとこだった。でも北海道の場合だと例えば中央区北2条4丁目とか北35条西8丁目とかさ、35条っていうの条っていうのがね多いのよ、このなんか住所的にはね。北海道は南区南条何丁目とか、札幌市西区東南条とかさ、南条が必ずついてる。ここもね北海道だけのポイントかなっていう僕はね思いますね。はい、あとね何せ北海道は大通公園が広い、もうトウキビって言ってるんですけど、まあ、こっちではトウモロコシっていうのがあっちではトウキビっていうんですよ。これ多分前動画で話したかもしれないけど、まあそういうことなんですね。そんだけ僕今でも北海道のことめちゃめちゃ覚えてます。だけど北海道弁はもう抜けちゃってるけどね、もうこっちに結構住んでるからさ、なまらとかしゃっこいしか僕もう覚えてなくて、で他の北海道弁なかなか覚えてない。あとね北海道のね焼きそば弁当美味しかったんですよね。たまに愛知県でも売られてるんですよね。あの岡崎の酪農に行けば北海道のそのブサンダだかなコーナーがあって、そこで焼きそば買えるんですよね。であの焼きそばスープがついてるんですよ、スープ付き、あのコンソメスープね。あのコンソメスープがねもうほんと美味しい、ちょっと濃い感じの味なんだけど、焼きそば弁当ももちろん美味しいんですよ。で焼きそばのそのスープ非常に美味しい、マジで美味しいっていう、まあ、感じです。はい、っていうまあ話し合いがね、まあ、ちょっと今日はね北海道にしかない店について話しました。まあ多分ねこっちの人たちって分かんないと思うんだよ、旅行に行かない限りね。行けば北海道ってこんなものあるか。あとはねやっぱりガーラナとかリボンナポリンとかそういった飲み物も北海道限定です。まあ、ガーラナはねほんとおすすめしたいんで、まあ、飲んでみてもいいと思います。黒色で体にいいんですよ、炭酸なんだけど、飲むとすごいもう甘いんだけど美味しい。だからもし北海道に行って見つけたら、まあ、自販機にも売ってると思うから買ってみてください。というわけで今日は北海道札幌市にしかないお店ついてた、どうでした？それでは明日の動画でお会いしましょう。さよなら。